国後島やサハリン南部で見つかった3人の遺体は、日本時間の午前8時40分ごろ、サハリン南部のコルサコフ港で、海上保安庁の巡視船つがるに移されました。その後、巡視船は出港し、明日午前8時ごろ、小樽港に戻ってくる予定です。ロシア側はこの3人の遺体について、行方不明となっている乗員や乗客の DNA 型と一致したとしていますが、第一管区海上保安本部は、遺体を道内の大学病院に移送し、改めて身元の確認を行うことにしています。この事故では15人が死亡し、いまだ11人の行方が分かっていません。